皆さんこんにちは、 Bレジェンド小林です。今回はダンベルを使ったアームカールで効率よく上腕二頭筋を大きくしていく、太くするためのコツをご紹介したいと思います。基本的にはバーベルを使ったアームカールと同じようなところを意識していただくと、それだけでもね、効率よくダンベルアームカールで腕を太くしていく、上腕二頭筋を大きくしていくことができるんですけども、バーベルとダンベルの違いを理解していただいた上で、よりプラスアルファのねコツというのをしっかり意識していただくと、バーベルとダンベルの違いを生かして効率よく上腕二頭筋を鍛えていくことができますので、その違いにも触れつつコツをご紹介したいなと思います。ダンベルアームカールで上腕二頭筋を大きくしていくコツ4つあります。最初の3つは別の動画で出してます。バーベルのアームカールで上腕二頭筋を鍛えるコツと全く一緒になります。1つ目はしっかり肩を落とした状態で行っていただくということ、2つ目は肘はなるべく動かさずに最後の最後でちょっと動くぐらい止めておいていただく、で3つ目は反動をなるべく使わずにしっかり体をまっすぐに保ったまま動作を行っていただく。ここまではバーベルのアームカールと全く一緒なんですけども、最後の一つがバーベルとダンベルの違いにもなる大きなコツになりますので、ぜひぜひ意識をしていただきたいと思います。その最後のコツっていうのは、上げ切るときに小指側をぐっと巻き上げていく動作を手首のね、開外と、まあ、専門用語では言いますけども、実はこの上腕二頭筋ってこの開外の動作も行う、そういう役割持ってるんですね。ちょっと力こぶを見ていただくと分かるんですけども、手首が正面向いてる状態で力こぶを作ってますけども、ここから小指側をぐっと内側にひねっていきます。手首を開外させていきます。そうすると、ここの上腕二頭筋がぐっとこう収縮されるの分かるでしょうか。ぐっと。このように手首を最後小指側をぐっとひねってあげることで、最大限に上腕二頭筋を収縮させることができるのが、軌道がね自由に決められるダンベルの最大の特徴ですので、最後の最後にぐっと。バーベルの場合、まあ、バーベルですとかイージーバーの場合はこのまま肘が固定されているので小指側をぐっとひねることできないんですけども、ダンベルの場合はここからさらに小指側をひねって最大限に上腕二頭筋を収縮させることができます。なのでこの特徴を生かしていただいて、しっかり最後の最後で手首を開外させていただく、小指側を巻き上げていただくという意識で動作を行ってみてください。ではね、ちょっとダンベルを持ってやってみたいと思います。まあ、最初のポジションなんかはね、もうバーベルのアームカールと一緒です。ここからぐーっと上げてくるところまでは一緒ですけども、最後の最後で小指側をぐっと上に上げるような感じでねじり込んでいただくと、より上腕二頭筋使うことができます。こういう感じですね。決して手首がこうなってしまったりとか、逆にこうなってしまったりっていうのはなるべくならないように、しっかり手首はまっすぐにしたまま小指側だけぐっとひねる。というのを意識していただいて、ダンベルアームカールを行ってみてください。はい、今回はダンベルを使ったアームカールで効率よく上腕二頭筋を大きくしていくためのコツをご紹介させていただきました。基本的にはバーベルのアームカールと一緒で、しっかり肩を落として肘をなるべく動かさないようにしていただいて、反動を使わないようにしていただくというところなんですけども、もう一点ですね、しっかり上げ切るときに
手首を開外させていただいて、小指側をぐっと巻き込むように上げていただく。それによって最大限に上腕二頭筋を収縮させていただくということを意識していただくと、ダンベルならではのメリットを受けることができますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。その他にもね、コツを知りたい種目がございましたらコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。